東日本大震災が発生して11年が経過いたしました。私も2011年3月11日、当時の勤務先である自動車安全運転センター安全運転中央研修所において東日本大震災その瞬間を迎えることになりました。実は6月1日、当時ですね、2011年の6月1日に、YouTube の方に東日本大震災発生の決定的瞬間という動画をアップしております。その動画は今現在、約2200万回の再生回数となっております。非常に多くの方に、視聴していただいております。今回はその時の動画をもとに一体その瞬間どういうことが起きていたのか、それを、検証していきたいと思います。で、実は今日着ているこの制服なんですが、まさにその動画の時に、私が着用していた当時の、制服です。11年ぶりに私も袖を通しました。それではまずは動画を見ながら、検証していきたいと思います。これカメラをセットした後ですね、カメラをセットして、ここが中低速周回路コースです。ここで大型バスを使って、急ブレーキをかけるというそういう動画を撮影しておりました。約5分前ですね。この時は40キロまで加速にして、ポイントに来たら急ブレーキを踏むという検証です。このパイロンのところで今思いっきりブレーキで止まると、こんな感じです。これを何回もやってたんですけど、いよいよ20秒前ですね。このカーブを曲がり終わると下り坂になってます。実はこの下り坂を走ってる最中にこの辺りで衝撃が起きました。実はこの瞬間地震が発生してたんです。で、私は慌てて車を急停車します。画像をご覧になっていただけるとお分かりの通り、すでに大型バスが揺れてます。で、最初は普通の地震かと思ったんですが、下から突き上げるような揺れがさらに大きくなってきました。地震がすごい。これはちょっとただの地震じゃないなと思ったんですけど、まず今動いたら危ないと、そう思い、車はこのままの状態です。ここで最大震度6強を迎えることになります。私が、しきりに見ているのはですね、中央研修所の研修棟ですね。この研修棟もとんでもない揺れ方をしてました。ここで携帯電話を取り出して、研修棟の本部にですね、ここで電話を電話をかけるんですが、もうこの段階で普通です。確か呼び出し音も鳴らなかったですね。もう全然繋がらない状態で、いよいよもうダメだということで、ここでバスを走らせます。もうこの時は夢中でしたよね。もう何が起きたのか。で、これ、画像だとわからないんですけど、すでにコースのアスファルト
ひびが入ってる場所が、ありました。これはまず、もうここはもう全速力で走ってました。70キロぐらい走ったと思います。相当スピードがありました。でこれを左曲がると検修灯があるんですけど、まあ今画像でちらっと映ってます。でこの後私が右側をしきりに見てるんですけど、実はここはですね、あの白バイクとか二輪の研修で使うバイクが相当な数が入ってるんですけど、そのほとんどが、倒れてました。これ曲がると研修灯ですね。でたまたまですね、私の同期の教官がここにいたので、開けて大丈夫なんか停電になって、まあ、停電になってる。軽症灯もすごい損傷だったんですけど、まあ、ここで車を止めて降りて、そして研修室の方に向かう。こういう感じでした。まあいい、正直今見ても瞬時に11年前のことが蘇ります。まあ動画をアップしておいてこういうことを言うのもなんですけど、見たくない動画です。私の中では、フラッシュバックしてしまいますので、かなり恐ろしい動画です。でもこの動画は、まあ、50年後、100年後、もちろん私が、死んでからも残ってほしい動画なので、このまままた9年後ですね、2031年9年後、私が元気だったらまた動画を作って、まあ、今度は被災地の今をですね、20年後の被災地を巡った動画を集めてですね、また作成したいと、そう思っております。以上です。